東京競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、皆川アリーナ前に行きそうです。前に戻りましょう。ワーキングワイン先手を取りました。ピンクの帽子パラダイスメイク、その後ろハードリーズン、そのうちに続いています。内からは皆川アリーナ、黄色の帽子ローブピート、その後ろすぐ後ろにフローラルシガー、並んで4番モリコンコルド、しんがりからアニーコース、この辺りで各馬大欅焼の向こう側を通過。先頭は依然としてワーキングワイン、ハードリーズン、ほとんど差がありません。皆川アリーナ3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ワーキングワイン先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は皆川アリーナ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはりワーキングワイン先頭だ。残り 200m、 ワーキングワイン先頭だ。残り 100m、 皆川アリーナ抜けた。2番手はワーキングワイン、皆川アリーナ1着、皆川アリーナ1着、2着にはどうやらワーキングワイン、勝ったのは皆川アリーナ、ワーキングワイン2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。札幌競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い、何が行くでしょうか。エンゼルセカンド前に行きそうです。ベルズドール、それに続いています。さらにはキャニオンチーフ、5番サンドコロネット、その後ろ。前に戻りましょう。ベルズドール先手を取りました。並んで5番サンドコロネット、好位置をキープしています。キャニオンチーフ、これに続くのがエンゼルセカンド、ダブルジーニアス、すぐ後ろ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。1番人気のキャニオンチーフ、現在後方から。前に戻りましょう。先手を取ったのはベルズドール、少し離れてエンゼルセカンド続いています。その外にダブルジーニアス、黄色の帽子サンドコロネット、その後ろキャニオンチーフ、後ろから。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はベルズドール、2番手はエンゼルセカンド、ダブルジーニアス、3番手キャニオンチーフ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はベルズドール、エンゼルセカンド続いています。ダブルジーニアス、その後ろ離れてアドマイヤーオリーブ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はキャニオンチーフ、残り 100m、 キャニオンチーフ粘り込みを図ります。キャニオンチーフもう一伸び、先頭はキャニオンチーフ1着でゴール。キャニオンチーフ1着、2着にはどうやらアドマイヤーオリーブ、1番人気に応えました。キャニオンチーフ見事です。札幌競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。アスコットウィン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアスコットウィン行きました。続いて前へ行くのはカフェコレクター、さらにはスタッドジェルラン、4番ナチュラルメガトン、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはアスコットウィン、カフェコレクター、それに続きます。すぐ後ろにスタッドジェルラン、マウンテンジョイ、それに続いています。並んで5番セシルリッジ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のアスコットウィン、現在先頭を進んでいます。先頭に戻りましょう。アスコットウィン先手を取りました。すぐ隣にマウンテンジョイ、セシルリッジ、すぐ後ろ
白の帽子、カフェコレクター、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として断然の一番人気、アスコットグイーン、マウンテンジョイ、ほとんど差がありません。さあアスコットグイーン、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアスコットグイーン、間が空いてスタッドジェルラン、カフェコレクター、その後ろ、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、アスコットグイーン先頭、3馬身から4馬身のリード、残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はスタッドジェルラン、アスコットウィン今ゴールイン、段違いの強さです。アスコットウィン1着、2着はスタッドジェルラン、これは桁外れの強さだ。アスコットウィン、東京競馬場、本日の第3レースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。シルクキャスト前に行きそうです。それでは先頭からシルクキャスト先手を取りました。これに続くのが鈴鹿エルマンボ、ポーラーサンドラ、後位をキープ、その外からウィンドアムール、その後ろにグローソネット、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度栗色の馬体、シルクキャスト依然として先頭。さあ先頭はまだ栗色の馬体、シルクキャスト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シルクキャスト先頭、ポーラーサンドラ先頭、2番手はグローソネット、先頭を捉えるか。やはりポーラーサンドラ先頭だ。ポーラーサンドラ頑張る、あと 200m、 ポーラーサンドラ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ポーラーサンドラ先頭、グローソネット追いすがります。ポーラーサンドラもう一伸び、ポーラーサンドラ、ポーラーサンドラ1着、2着にはどうやらグローソネット、一番人気に応えました。ポーラーサンドラ見事です。京都競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ウィンドストリーム前に行きそうです。先頭に戻りましょう。ウィンドストリーム先手を取りました。その後ろからはマジックオーク、並んで5番マチカネキャンドル、ミッキーパンドラ、後ろからになりました。これに続くのがアクティブトーク、最後方にベリモレーター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から足毛の馬体、ウィンドストリーム依然として先頭、その外からアクティブトーク、その隣にマチカネキャンドル、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭はまだ3番ウィンドストリーム、アクティブトーク、ほとんど差がありません。マチカネキャンドル、3番手ミッキーパンドラ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアクティブトーク、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はミッキーパンドラ、ミッキーパンドラ先頭、2番手はアクティブトーク、アクティブトーク追いすがります。ミッキーパンドラもう一伸び、ミッキーパンドラゴールイン、ミッキーパンドラ1着、2着にはどうやらアクティブトーク、一番人気に応えました。ミッキーパンドラ見事です。